江戸切子はガラスにカットを施す日本の伝統工芸です。始まりは1834年と言われ、後に英国の指導を受けたカットグラスの技術が日本文化の中で独自の進化を遂げた工芸です。これからは過去の伝統や技術は継承しつつも、今の時代にしっかりと寄り添った新しい表現が求められていると思うんです。自分の実家は祖父の代から続く江戸切子の老舗で、亡き祖父の後を継ぎたいとこの仕事に就きました。2008年に独立し、堀口切子を立ち上げ、高級日本料理店などで使われるプロユースの器や家庭で使われるパーソナルな器、アート作品などを制作しています。これからも少数精鋭でこだわったもの作りができる会社であり続けたいと思っています。江戸切子は数十年単位という長い時間の流れの中でゆっくりと進化を遂げてきているので、一人の職人人生でその変化を実感していくというのはとても難しいんです。今後も産業としての側面を持っているということが江戸切子にとって非常に重要ですから、伝統を扱うものこそニーズを感じ新しい提案ができる、まさに感度がいい人材であるべきだと思うんです。そんな伝統に向き合う一人の職人として、残す、加える、省くという3つの言葉を大切にしています。素晴らしい部分は残し、時流を感じながら必要なことは加える、必要なくなったものは省いていく、そうしたことを繰り返していくことによって、より洗練された工芸になっていくのだと思います。江戸切子は大きく分けて6つのステップで作られていきます。まずはカットの目安となる基準線を描く割り出し、大まかに削り出す粗摺り、より細かく正確に削り出す三番掛け、それをより滑らかに砥石を使って行うのが石掛け、研磨剤を使いながら加工面を透明に仕上げていく磨き、最後にガラス本来の輝きを出すのがバフ掛けになります。ガラスは陶器などと違って使えば使うほど味が出るということはほとんどありません。それでもどうにかして作品が出来上がった時ではなく、使っていただく中で最高点を迎えるようなことができないかなって考えるようになってきたんです。例えば飲む時の目線だけが捉える映り込みや、光が作り出す陰影とか、料理や飲み物が入った時に見せる表情、その作品に何らかの別な要素が加わることによって完成するような作品作りを心がけていますが、簡単なことではありません。これではダメか、これではどうだとか頭の中で繰り返していくんです。そんな様子はさながらタオルを絞って絞って絞り切った後に一滴滴り落ちるものを見逃さずに救えるかどうか、そんな感じなんです。それでもそんな海の辛さを感じながらも出来上がった作品はひときわ愛おしいですし、愛着のある作品になるわけです。自分の作品と出会った人には驚いて感動して笑顔になってもらいたいんです。大切な人たちから良い刺激を受け、弟子と一緒に受け継いだ伝統をもっともっと良くして次の世代に引き渡したいんです。そんなことを人生をかけてやっていきたい。